おはようございます。ここに来るのも今日が最後、 Day 3がこれから始まります。今朝の一発目のセッションは奥の K5 のホールで音に関するセッションですね。今日2つ目のセッション、今回ラボですね。 Getting started with color in Premiere Pro。 お、 CC 道場、まさかのステッカーまで貼ってあります。もともとここ受付だったんですけど、ハンモックやらクッションやらが置いてあってですね、みんなの休憩場所になっています。さて、コミュニティパビリオンに戻ってきました。今日はこれからここをぐるっと一周回ってみたいと思います。なぜこのコミュニティパビリオンを最後の日に持ってきたかというと、最終日3日目だけマーケットプレイスが開かれるんですね。日本のマックスでも今年からやるんですけれども、ユーザーさんが自分の売りたいものを持ってきて売るっていうことができるスペースなんです。ちょっとこの辺りもぐるっと一周回ってみたいと思います。数としては28ブースありますね。久野さん、お疲れ様です。お疲れ様です。買い物をしました。マーケットプレイスでお買い物ですね。はい、そうです。今はどんなものを買われたんですか？ KMG さんのピンズとかを買いました。あー、すごい可愛い。ピンズとワッペン、結構ちゃんとしたものですね。クオリティ高い。彼らがデザインしたもの、コラボレーションっていうので。へえ、かわいい。お土産です。いいですね。ということで、誰かがゲットできるかもしれません。お小屋って各ブース、結構なお客さんが来て、いろんな人たちが買ってってるみたいですね。ここはラッセルブラウンギャラリーですね。中覗いてみましょう。今度 Adobe Max Japan にも来てくれるセルブラウンさんの絵とか飾ってあります。そしてこの辺りが Adobe ブースです。あそこはちょうどターミネーターのアトラクションがあったりとか、 Adobe グループ、Adobe の関係の会社さんのソフトウェアの展示、その他 Adobe のいつものクリエイティブクラウドのツールがこちら展示されたりしています。分かんないことがあったらここで質問したりとか、あとはデモ機を触ってみたりとかができるようです。中尾さんとアミティ先生を発見しました。今何されてるんですか？今合成画像、これあれは、Photoshop for iPad。 これ iPad だけでやったんですか？もちろん。あー、結構できるんですね。面白いですね。ここはクリエイティブパークです。会場に来た人がちょっと遊べたり、ゆっくりのんびりしたり、ボールに漏れてる人もいますね。皆さんちょうどお昼明けっていうこともあって、お昼ご飯食べたり昼寝したり、皆さん自由に過ごしています。なんとパピーのいるブースもあります。かわいい。みんな撫でたりしてます。さて、こちらは Adobe ライブのブースです。 MAX 期間中もこうやって会場から動画を配信しているようですね。皆さん見たことありますか？これからスポンサーブースを回ってみたいと思います。こちらはソニーさんのブースです。ソニーのアルファシリーズのカメラとかレンズとか実機が置いてありますね。そしてアドビフォントのブースの裏には森沢フォントさんがあります。こちらは360度カメラで有名なリコーさんがシータを持ってきてますね。ここは自分の好きなデザインを
プリントしてトートバッグにできるようなコーナーのようです。こちら側でデータを作ってそれをこの裏のプリンターで印刷をしてというような感じでやってるみたいです。こちらは GoPro ブースです。なんと GoPro Hero 8とか GoPro Max が100ドル引きで買えるそうです。ここはクリエイティブレジデンシーブースです。ファニスさんお疲れ様です。あ、お疲れ様。 Vlog でございます。レジデンシーブースに来てみました。このクリエイティブレジデンシーブースは全部Adobe Fresco を使って作った空気画になってます。なるほどなるほど。で、クリエイティブレジデントになって世界各地に拠点があるのでみんなで一緒にいるっていうのがほぼないんですよね。なのでみんなでなんか一緒に住めたらいいよねっていう話を話してて、でその時にちょうど、みんなで住める空間をっていうちょっとフィクショナルなお家を作りました。なるほど、はい、であと見ていただきたいのが、はい、後ろなんです。味噌は結構等身大で作りました。このイラストのイラストでできた壁画の中に自分が入って1枚の絵が組み合わせ完成するみたいなイメージでこれ外壁を作ってて、うんうん、こういう感じで写真撮ってもらえたらいいなと思って作りました。ちょうど11月2日にアプライ来年のアプライが開始したのでそれがたくさん来ますようにっていうことで、はい、パーカーのデザイン、あれ T シャツもそうです。わお、そう会場で来た人がみんな着てるっていうのはなかなか嬉しいですよね。もう今着てますけど。ありがとうございます。あとこれもレジデンシーブース用の T シャツ。そうなんですよ。2つもやらせてもらっちゃいました。すごいですよね。じゃあお疲れ様です。失礼します。はい、ということでぐるっと一周コミュニティバビロンをご紹介しました。それではこの後セッションまた受けていきたいと思います。はい、ということで3日間の Adobe Max が終わってしまいました。いやー意外と過ぎてみるとあっという間だったんですけど、すごく内容の濃い3日間ですごく楽しませてもらいました。やっぱり日本の Max とは違って3日間やるっていうことでセッションの数も非常に多かったですし、非常に幅広い内容が扱われていて、非常にいろんなゲストの人が来ていて、とても楽しかったです。すごく勉強になりました。またやっぱりキーノートとかスニックスとかあの大きい会場で1万5000人以上の人たちとあの空間で興奮を共有するっていうのはやっぱりすごく楽しかったですね。また機会があったらマックス遊びに行きたいと思います。皆さんもぜひ来年は遊びに来てください。それではまた日本でお会いしましょう。さようなら。ちなみになのですが、来年は10月の19日から21日にまたここロサンゼルスで行われるそうです。